listening to Radio Crow. Stay tuned. Don't go away. みゆきと村沢の月曜から乾杯。皆さんこんばんは、杉浦みゆきです。村沢でございます。ノリノリだな。ありがとうございます。12月12日の月曜日がやってまいりました。はい。もう今年も残すところあと2週間3週間ですか。そんな感じ。ほい、どうでしょうか。12月忙しいんでしょうか皆さん。いや忙しいと思いますよね。忙しくなきゃ嘘だよね。だってさ、うん、少なくてもさ年末年始がお休みだったりとかさ、うん、するじゃん、うん、する。だからお仕事もちょっと前倒しになったりとか。もちろんもちろんギュッとやっとかないとね、うんうん、でも来年の1月のカレンダーは、うん、暦通りに行くと早めにお仕事開始される方も結構多いみたいですよ、うん、ああそうなんだ、うん、いつもみたいにいい周期じゃなくてちょっと早めに三が日終わったらすぐ仕事みたいな雰囲気になっちゃうわけ、うんうん、方も多いみたいですね。4日とか5日から。ああそっか、うん、日本のビジネスマンよく働くからね。本当ですよね。うん、でもまあうっかりお家にいて家族サービスをするより仕事行ってる方がいいっていう方も中にはいますし、あのね結構いるのよそういう人がね。うちの兄貴がそうだもん。ねえ、なんかね、うん、やっぱりうちの兄貴なんか見てるとね、日本のビジネスマンって本当になんか仕事中毒っていうか、うん、仕事人間だなって思うのは、うん、今収録やってるのが11月なんですけど、はい、まあ、先日はうちの兄貴がまあコロナにかかったと、うんうん、でコロナの、陽性が出てなんか、うん、今は最近はそうでもないらしいんだけど、うちの兄貴は特別なんかなんか知らんけどホテルに隔離されたらしいんですよ。1週間5日か6日ぐらいかな。それ家族がいるからじゃない。あ、そう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 、うんうんうん、家にその嫁さんとか子供とかがいるからだと思うんだけど、うん、そうだよね。でまあそこに、ホテルに1週間入ってた時も、うん、3食まあ持ってきてくれて、うん、隔離されて部屋にちゃんとパソコンの、ホテルの一部屋、ビジネスホテルの一部屋をもらって、まあ、そこにいたらしいんだけど、うん、ずっとそのパソコンを置いて朝から晩までそこで仕事ができるから、うん、むしろ家よりも快適だっつうのよ、うん、うん、効率いいかもね。そうみたい。全部自分の時間だからね。そう、うん、それで別に家族とか子供とかいろんなことに邪魔されることもなく、うん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 、嫁さんに気を使うこともなく、そうだね、例えば横になりたければ横になればいいし、うんうん、まあ、やりたければそのパソコン開いてまた仕事をすればいいということになっていたらしいんだよ。確かにね。だからもう最終日になるなんかちょっとがっかりしてたもんね。なんかいや帰んなきゃいけないんだよみたいな感じで、うん、でその兄貴がでもね、うん、なんかコロナで横になっててパソコンを開く機会が非常に増えたからって言って、うん、この月曜から乾杯の YouTube をすげえなんかまめに見てくれてたらしくて、うんうん、あらありがとうございます。でそこでなんか言ってたのが、うん、でうちの母親にまあ電話をしてきて、うん、うちの兄貴がそのコロナの報告をね、うん、してきた時に、まあ、実はこれこれこういうことで、うん、まあ、番組をよく見ていたんだと、うん、そしたら本当に楽しそうにあいつはやっていると、うん、オイラのことを、うん、あだから杉浦さんはきっといい人なんだなとあんなやつをあんなに楽しくね、いや扱っていただけて、まあ、さっき恋愛論でね、で、うん、結構いろいろと言いましたけど、うん、はい、いろいろ言ってくれるとこがでもまたいいんだよね。なんかこうほら綺麗にまとめるのは簡単だけどさ、うん、それってすごい無責任じゃん。そうでもね、うん、やっぱりねこの年になると、うん、綺麗にまとめてくれる人が圧倒的に多いんだよね。それは気使ったでしょ。そう、うん、だからきっとなんかふわっとしてて、まあ、別にオイラがね、うん、どうなっても、まあ、言い方悪いけど、うんうん、別にどういう恋愛しようが、うんうん、それほど知ったことじゃないと、うん、いう人はさ、そうだよもうどんどん行った方がいいよどんどんもうそうやってって多分言うんだと思うんだよ。だけどみゆき嬢みたいにやっぱりこうやんわりとでも、うん、こう結構こうダメだよそれダメだよって、うん、もうあんたね57歳なんだからっていうことが、うんうんうん、もうなんかそれはダメとは言わないけどって言いながら、うん、目の奥ではそれダメよあんたそれダメだからねちょっと50代になってっていうことを非常になんか言ってくれるから、はい、なんかねこう見えてね、うん、結構このアーカイブとかを見直した時に、うん、あれやっぱ俺ダメだな結構みたいな感じで反省することあんだよ結構。いやだって私もそうですけど、うん、やっぱりこの今の年代になると、うん、周りって
友達しか言ってくれないじゃないですか。そうなんだよ。仕事の人も遠慮しちゃうし、うん、だから言える関係で言ってくれるっていうのは私もありがたいと思うし、うん、そうなんだよね。そうなんですよ。で特にまるちゃんの恋愛事情は、うん、どうしても黙ってることができない。うん、危なくてしょうがないからでしょ。危ないっていうか、うん、違うからそうなんだ。いろいろね違うことにでも、うん、普通の人は結構気づくらしいんだよね、ある年齢で。いやそうだと思うよ、うん、そう思う。私だって二十歳で気づいたもん。早くない割と二十歳で気づいて、二十歳気づいた後からは、うん、もう恋愛観が変わりましたよ。接し方も変わったし。それはさ、ちなみにごめんね、うん、なんかあのさっきのさ、うん、まあ、楽屋の話からまたちょっとつながりになっちゃうんだけど、二十、うんうん、歳で気づいたってことは何かその大きなことがないと、うん、やっぱ気づかないじゃない。すごく大きな例えば失恋をするとか、すごく大きな大恋愛をするとか、うん、何か大きく傷つくとか。あのね、うん、その時に私が思ったのは、はい、そんな大きなことではなかったんですけど、喧嘩って両成敗じゃないですか。両成敗だよ、まあ、どっちがきっかけを作ったにしても何にしても、うん、でその10代の時って、うん、結構揉めると怒鳴り合いの喧嘩をしてたんですよ。あ、感情的になってたってことね。そうそう、うんうんうん、そうすると感情的になると何が起きるかっていうと、うん、喧嘩に限らないんですけど、うん、何かの選択肢に迫られた時とか、うん、何かを考えなきゃいけない時に感情的になると絶対的な冷静な判断はできないじゃないですか、うん、できない。だからそういう時こそ冷静にならなきゃいけないの分かってたけど、うん、言われるとイラつくから言い返す、はい、その上乗りでどん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 行くと、はい、言わなくていいことを言っちゃうわけですよ。売り言葉に買い言葉ってやつですね。で相手も言わなくていいことを言っちゃう、はいはい、そうすると結局答えが出ないままお互い傷つけて終わるんですよ。でその傷つけ合いをしたいわけではないし、はい、最初はね。そうすごい喧嘩なんて大体ちっちゃいことじゃないですか。あ、そうだろうね、なんだっけっていうぐらいのことだったりするのに、罵声の浴びせ合いのようなことになっていくと、もうどん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 頭に血が上っていくから、冷静なことなんかどうでもよくって言われたことに対しての攻撃性しか生まれてこないわけですよ。その場ただ要するに怒鳴り合ってるだけになっちゃうってことね。で最後はなんだかんだで仮にそこで終わったとしても、うん、それの喧嘩の根源に対する解決法が出てないから、うん、また同じ喧嘩を繰り返すわけですよ。ほうほうほう。で残るのは何かって言ったら解決はしていないのに、うん、結果、うん、お互いに嫌な思いだけが残るわけですよ、うん、そうだよ、傷だけが残るわな。そう、うん、こうやって言ったああやって言われた、はい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 、嫌な印象だけがね。そうほっていうことはこれ喧嘩してる意味ないじゃんって思ったんですよ。っていうことが二十歳で分かっちゃったの。分かった。すごくないですかそれは。そうですか。だから、うん、その感情論で喧嘩をするのはやめようってその時に思ったんです。はだから今でもそうですけど、その恋愛に限らず何かに困った時とか、うん、何かを選ばなきゃいけないとか、うん、ってなった時は、うん、まず、うん、冷静にやって、はいはい、一回頭を私どっかに話すんですよ。うん、そのこう集中してる考えから、うん、一回ちょっと外して、外してでまた戻ってくるっていうやり方。そう、そうすると、うん、ガーってなってる時って人間っていい答えって出ないって私は思っているので。そうだ、選択肢も少なくなるからな。そう、うん、で分かっていながらも、うん、こうガーってなると真面目に向き合えば向き合うほど、うん、なんかマイナスの方に思考がいってしまったりとか、うんうんうん、今ここでこれ考えてもしょうがないじゃんって分かってる自分がいながら、うんうんうん、っていうことが多々あったりとか、特にこの年齢になってくると、うんうんね、そういういろんな場面が出てくるじゃないですか。まあ仕事プライベートいろいろあるわな、うんうんうん、だからそうなった時に、うん、一回頭を離して別にそれが何でもいいんですよ。ワンコと遊ぶんでもいいし、うんうん、友達とご飯食べ行くんでも飲み行くんでも何でもいいんですよ、うん、とにかく一回離して、うん、でもう一回戻した時にあ、うん、こんなことだったって思うこともあれば、うんうんうん、あ話してよかったって思う確率の方が私の中では高いので、その中の一つとして恋愛もそうなんですけど、だから全てにおいて、うん、話すようにしてますね。まあその感情的になるということがいかにそのマイナスにつながるかっていうことが割と若い頃にもう分かったっていうことなんだね、うん、でもその後に付き合った男性、うんとかに言わせると、うん、ガーって怒鳴ってくれた方が楽だと。終わるじゃん、ギャーって感情的に言わしとけば。あ、その場のことが、うんうんうん、
自分が言い返さないで私がギャーって言わしとけば、ああそうかそうかそうか、楽じゃない、うん、でもふーんふーんふーんって聞いて終わったかなって思うタイミングで、うん、あのさっていうテンションで行くから相手は逆切れのしようがないんですよ。ああそうかそうかそうか、だから同じ喧嘩をあんまりしないです。ああそうかそうかそうか、解決策を見つけるから学習するわけだな、うんうんうん、そうなんだよ。やっぱりなんか喧嘩するには喧嘩するなりにやっぱり次になんかつながる喧嘩だったらいいと思うんだけど、全然いいと思う。ただ感情的に怒鳴り合うだけだと、うん、その場傷つけ合って、ね、さっき言ったみたいにね、うん、その場傷つけ合って終わっちゃうみたいなね、そうなんです、ことになりがちなのかもしれないね。そうそうそう、なんかすごいね。なんでなんかね、ちょっとね、教えてみゆきちゃんっていうコーナーちょっと始めようよなんかいろいろその恋愛に限らずさ、うん、なんかやろうやろう、なんかそういう相談事みたいなことをさ、うん、ちょっとみゆき女にこうなんていうの答えてもらうようなさ、いい、ね、こといいんじゃないの、うん、俺も希望でもなんでもでしょ、うん、俺もいっぱい疑問があるもん、なんかまだまだ年彦ちゃんなのにそうそうそう、年彦ちゃんだからこそでしょだからいろいろとちょっとさ、そうね、なんかそういうコーナーいいかもしれないですね。うん、新しくだからその何お聞きの皆さんでもこうみゆき女に、まあ、恋愛にか、うん、でも、まあ、今のところなんかその恋愛に関してはすごいなって思うな。そうですか。うん、やっぱりなんか俺なんかよりも100倍ぐらい経験してそうな感じがするけどなんかいや数はね、まるちゃん、数はそうだよね、うん、そうでもないけど、うん、ただやっぱり濃厚なんだね、1回ずつがちゃんと向き合ってその恋愛をしているから、うん、オイラはなんかやっぱ先走ってるんだね、いろいろね多分なんか今冷静になってる、見て見て、冷静になってる、改めてなんか思うとなんか全然違う、俺恋愛してたかなみたいな感じになるけど、なんかどうなんだろうね、恋愛の仕方がだからある意味正反対なのかもしれないですね、かなりね、うん、だから例えばご相談をいただいたりとか、こんなありましたみたいにいただいた場合に、うん、意見が真っ二つに分かれる可能性もあるし、あそうだよね、だってちょっと手をつなぐだつながないださ、うん、ちょっとそんな話やっても真っ二つだもんね、真っ二つ、でもそれは一つの考え方としてありだと思うので、うん、どっちが合ってるかどうかっていうのはその方のジャッジの仕方で、うんうん、今ここの状況のこのスタジオ内の判断では、うん、まあいやいや、ね、多くは言いませんけど、前回 YouTube でねいろいろあの、うん、投票いただいた感じでもね、やっぱ明らかにそのみゆき女の言ってることの方がもうあれですよ、うん、みたいなことの方が多いから、まあ、それもおいらもね、うん、薄々分かってはいるとこもあるんだけど、ちょっとでも自信持って言ってるもんねそれをそこ、うん、認めることがさ、うん、なんかこうちょっとね、もう悔しいっていうかさ、いやそんなちょっとあるじゃん、いやそれ身に入れちゃった方が楽よ、うん、そう楽よ、思うもしそうかなって思ったらね、そうだよね、うん、俺は違うって思うならそれでいいし、うん、勝ち負けじゃないからね、そう、うん、そこで認めちゃうことで、うん、要するに認めちゃったことによって自分がまた成長できれば本当それがいいわけだもんね、うんうんうん、そう思って言ってくれてるわけだ、そうよ、そういうことだよね、そうですそうです、わかりました、はい、じゃあオイラも含めて、うん、リスナーの皆さんも、うん、これちょっと教えてみゆきちゃんということで、可愛いタイトルだね、うん、なんかぜひ新しいコーナーを設けてみたいと思いますので、はい、メールください、お待ちしております、はい、ムラさん見た、というわけで、始まりました、村さんも見たということで、はい、はい、私が見たもの聞いたもの感じたもの、気ままに喋らせていただいております、うん、ということで今回なんですけれども、うん、実はこの番組のですね曲を提供してくれています、はい、テングマンことマッチョ、うん、あのいつも SNS の開始が早いね、うんうんうん、なんかあので Facebook でクワバガタの幼虫とか割と気持ち悪い投稿とかしてるんでなかなかこう人が見てくれないっていうね、うん、たまに可愛いワンちゃん出てくるんでね、ごくたまにね、うん、その時はいいねしますけど、そうしてください、はい、テングマンことマッチョの SNS をねちょっと見てた時に、実はこれちょっと気になる書き込みがあったんでこれ引用させていただきました、はい、これ11月2日のちょっと前の投稿になるんですけども、うん、マッチョの投稿ちょっと読ませていただきますね、はい、今日久しぶりに、電車トラブルを見ました、はい、用事を済ませた後の埼京線の中、うん、割と満員電車の中、うん、我が輩の横の横に立っていた中年のおばさん、うん、
そのおばさんの横で両手で手すりを握り目を閉じて寝ているサラリーマンの人をじーっと眼見する中年のおばさん、うん、何を言うかと思えば、うん、あんた今私のお尻触っただろう、痴漢だなあんた、痴漢か。サラリーマン、その言い方が痴漢だなサラリーマンの人が、うん、目を開けて、うん、私の両手見て言ってるんですかあんた、うん、何を言ってんのか分かって物言ってますか、うん、と、うん、一大事になる前に、うん、我が輩は言いました、うん、マッチョがね口挟んだわけだ、うんうんうん、あのすいません、うん、この方は僕と一緒に池袋から乗って、うん、すぐ僕の横に立って、うん、両手で手すりを持って、うん、寝だしました、うん、僕はずっと見ていたので、うん、というとそのおばさん黙り込み、うん、おう勘違いかしらと一言言うと目をつぶり何事もなかったように知らんぷり男性の皆様、はい、マジでこんなことがあるので、うん、満員電車と乗るときには、うん、必ず両手はポッケに入れるか、うん、両手で手すり釣り革を握った方がいいんですよ、あんなに出くわしたらえらいことになりますというまあ投稿が、目の前できっとこういう事案が発生したということなんですけれども、うん、この痴漢問題なんだけど、うん、これはやっぱりその男性から感じてるのと女性からは思ってるのでまた全然多分尺度が違うと思うというか、うん、感覚が違うと思うんで、うん、ちょっとこの怖さみたいのはおいらの周りでもよく聞こえてくる話で、痴漢？そう、うん、っていうのは結構そのカバンね、うん、例えばその満員電車で左手で釣り革持ってます、うん、右手でカバンを持ってます、うん、でそのカバンの、うん、角が当たったり、ね、角が例えばそのお尻とか足とかにグイグイ当たる経験とかあるじゃない、うん、ある。例えばそういう時その痴漢かなって、みゆきちゃんなんかもほら割と電車に乗るタイプだから、うんうんうん、で満員にも乗るじゃない、うん、割とこう混んでる電車とかにも乗ることもあったりするじゃない、うんうん、そうするとその痴漢、正直にその痴漢されてんのかなっていうふうに思ったことって過去にやっぱりあるわけ？ありますよ。あ、やっぱあるんだ。高校行ってる時とか、うん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 、痴漢にあったし、うん、でもなかなかやっぱ言えなかった。やっぱそうなんだ。で、いつも同じ号車にいるんで、うん、そいつが。はあ、はあ、はあ、はあ。ね、うんうんうん、いて、うん、自分の乗る時間に必ずその人がいるってことね。で、またいたと。うん、ほうほうほう。で、まあ、明らかなる痴漢なんですよ。うんうんうん。それで、ぎゅうぎゅうだし、うん、多いとも言えないし、そうなんだよね。そうなんですよ。だから私は、うんうん、その次の時に、うん、友達に一緒に乗ってもらって、うんうんうん、それ男性の友達？女性の友達？女性の友達。女性の友達。うんうんうん、一緒の女子校に行く友達に乗ってもらって、うん、はいはいはい、おいって言ったけど、その友達が言ってくれたの？私が言った。あ。要するに2人いるからなんとなくちょっと気持ち的に、うん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 、ああそうかそうか、1人だと怖いじゃん、なんか、あそうだよね、そう、うんうんうん、だから おいって言った、おいって、うん、そしたら向こうの反応はどうだったの？もうそしたらもう知らんかもしれん、こうやって自分は何にも言われてないみたいな、何をやって、そう、そう、そういうのとかもあったし、まあその逆に言うと地上に会った男友達もいるし、あそう、うん、すごいんだって地上、あのね、うん、本当にいるんだ、いるんだって話を、私は痴漢に会ったことあるじゃん、うん、地上に会った友達から言わせると、うん、女の人の方がグイグイ来るらしいよ、えぐいんだ、えぐいらしいよ、いやがっつり、あそう、うん、それはちょっとなんか聞き捨てならないな、俺ないな、いや、うん、まあね、スポーツジムでなんか男の人から靴盗まれたっていう時があったけど相手は男だったっていう、それちょっとまた意味合いが、またニュアンスがね、また変わってきますけど、あ、そう、そうなんだ、あるんだ、ある、へえ、だからその痴漢にやっぱ言いにくいと思うんですよ、うん、例えばね一人でいたりとか、うそう、女性はね、うん、あと私でも言いにくかったんだから、だからみゆき氏が言えないっていうのはなかなかですね、それは意外な感じだけど、あのね、とっさにどうしていいか分かんなくなるんですよ、ちょっとパニックみたいな、真っ白みたいな感じになるんだ、頭の中どうしようって、おで、なんか一時からそういう痴漢問題がいろいろテレビでも取り上げられるようになってからは、電車乗って大体横の人は、うん、確かに手をポッケに入れるのもやめた方がいいと思う、
だってポッケに入れてそのままこうポケットグイってやって、うん、隣の人触ることは可能だもんね。そうそうそう、可能だから、うん、紛らわしいから、だからもうみんなに証明することも含めて、うん、おいらはそう上の棒にこう捕まるか、うん、釣り革に両方捕まるか、そうそうそう、なんか両手が見えるようにはしてるんだよね。そういう人が多いですよね、うん、頭にこうやって手を置くか。いやそれはいないね、おかしな感じ、なんかのゲームみたいだけどね、うん、でもなんかそうしとかないと。そうですそうです、その方がいいと思う、うん、そうだよね。あとね、今の時代私今日もここに電車で来るとき思ったんですけど、うんうん、リュック背負ってる人が多いじゃん。多い。リュックが当たったりする場合もあるんですよ、うん、あれ本当リュックはさ、うん、本当はさ、なんか満員電車だと前にしょ、うん、こうやるのが一応マナーになってんだよね、うんうんうん、なってる。だけど後ろのまんま乗ってくる人でもまだいるよね、結構。で今日のここのスタジオに来る時間なんかは、うん、むしろ混んでいないので、うん、堂々と後ろに背負ってるのはいいんですけど、うん、結構ガン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 ぶつかりながら歩いていく人がいたりするんですよ。わかるわかる、自分の視界に入ってないからね。そう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 。で自分のこの幅感覚に入ってないから、ガッツンガッツンぶつかっていってる男の人がいたと思ったけど、ぶつかられていたと思ったら前の人にもぐん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 ぶつかってってぐいぐい言ってた。あいつはないもんだと思って見てたけど、何にも気にしないんだな。そうですね、だからこう、まあいつも言ってますけどマナーですよね。そうなんだね。ただこの痴漢に関して言うとさ、うん、ちょっとなんか調べてみると、うん、痴漢って大きく分けると2種類あって、迷惑行為防止条例違反っていうものがあるらしい、うん、1つ、はいはい、それは要するに、卑猥な行為が、行われた場合っていうすごくざっくりとした法律なの。卑猥な行為が行われた場合だから、例えば、うん、なんかこう自分のものを露出しちゃったりだとか、うん、そういうものっていうのは、うん、迷惑行為防止条例違反っていうことにくくられちゃって、うんうん、すごくなんか軽犯罪法違反だから軽いことになるわけよ。軽い罪になる。でもう一つ大きく分けると、強制わいせつっていうのがあるわけ、うん、これはだからよくほら最近芸能人とかでもよく捕まってる人がいるけど、要するにこれはどういうものかっていうと、暴行または脅迫を用いたわいせつ行為っていうこと。だから強制的に、だから例えばその個室の中でそうやってマッサージにただ来た人を無理やりそのなんか脅かして、例えば裸にしたりとかいろんなとこ触っちゃったりだとかなんかすることがこの強制わいせつになるんだけど、じゃあ痴漢の行為、うん、要するにその電車の中で自分がね、うん、女の子がこう身動きが取れない中でお尻を触るっていう行為が、うん、果たしてそれが迷惑行為防止条例程度のことなのかっていうと、うん、俺はなんか強制わいせつにかなり近いんじゃないのかなと思ってしまうんだけど。いや私は両方に入ると思うな。そうだよね、うん、なんかさ、何の犯罪でもそうだけどさ、一、うん、個まあ罪名があるじゃないですか、うん、そうするとそこに結構付随していろんなもの、例えば交通事故1個起こしちゃっても、はいはい、そこにいろんなものがくっついたりとかっていうのがあるじゃない、うんうんうん、だから、まあ、ちょっと例があれですけど、うん、痴漢なんて、うん、わざと意図してやってることだから、もちろんそうだよね、もっと重い罪でそうした方がいいですよね。そうだよ、過失じゃないんだから。そう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 、確信犯なわけだから。そう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 、でそれも要するにその何も言ってこないからゆえに、うん、そうやってなんかね、うん、でなんならこの電車の中だから自分がやったって分かられないきゃいいやぐらいの感じになってるじゃない。そうね、うん、それはだから本当にひどいから、もっとだから なんだろうな、防止するためにはその罪を重くしたらいいのかどうかはちょっと分からないけど、うん、もう少しなんかこうちょっとしないと。いや重くした方がいいですよ、うん、だから結局さ、軽犯罪だから、うん、まあ捕まってもって考えが、そうかもしれない、もしかしたらあるかもしれないじゃん、罰金程度で終わっちゃうんだよね。そうそうそう、だってダメなんだから。そうだよね、ダメなものはダメよって話じゃん。で今回はその、うん、マッチョマンさんがね、そう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 、見て証言してくれたからいいけど、そう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 、なかなか今世の中、うん、あんまりそういうとこに関わりたくないと思ったら見て見ないふりする人だっていっぱいいると思うんですよ、うん、そうなんだよな。そうするとそのおばさんね、うん、今回で言ったらおばさんが言ったことが、うんうん、間違えてるって証明ができなかったりしたら、そうそうなっちゃうわけ、ね、そうそう、うん、この男性は無駄な時間を嫌な思いで過ごさなきゃいけないわけですよ。下手したら駅長室連れ込まれたら、そうそうそう、冤罪で捕まっちゃうかもしれないからね、警察呼ばれたりとかね、しちゃう可能性もあるから、うん、そう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 、だから本当にもっとこう
みんなでね、まあ、だからこう目を光らせるじゃないけど、そうですね、っていう風にしていかないと、なかなかやっぱりああいう公共の場所っていうのはね、そうね、いろんな人がで、ね、乗り合うわけだから、うん、ましてね、うん、今の時期なんかもう年末になってくると電車も混んできたりするじゃないですか、うん、いつも以上に。そうだよね、うん、だからそんなトラブルもあったりとかってこともあるかもしれないからね。そうだよね、うん、くれぐれも誤解されないようにっていうのと、そう、そういうことをやってるやつは、うん、ちょっとね、そうだよ、一回ぶっ殺したくなっちゃうよね。いやいや本当にそういうのよろしくないからね。そうだよね、うん、くれぐれも皆様お気をつけください。そうですね、はい、はい、ということで今日はマッチョのね、こちら投稿を引用させていただきました、はい、以上村沢も見たでした。さあ、あっちゅう間の、そうですね、30分ですね。はい、30分まだね、あっという間ですよ、いつも通り。はい、はい、はい、また先週に引き続き、うん、今週もお知らせをさせていただきますと、はい、はい、1月27日そうだ、私35周年プラス2プラス2イベントを開催させていただきます。ですよ。はい、お席の方がですね、うん、残りはわからないのですが、うん、配信の方はじゃんじゃん、まだまだ、はい、ありますよ。受付させていただいていますので、はい、アーカイブもございますのでね、うんうんうん、お好きな時間に見ていただければと思います、うん、お申し込みお待ちしております、はい、はい、そして、うん、てるちゃん、うん、てるちゃん、白井光弘さんですね、はい、はい、はい、が、うん、来てくださる予定なので、そう、うん、てるちゃんに対してうん、質問だったりとか、うん、言いたいことだったりとか、はい、いろいろとねメールを送っていただけたらと思います。そして私たちのこの番組に対するご意見、うん、ご感想、はい、いろいろなものもメールで引き続きいただけたらと思いますので、うん、皆様どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしております。はい、新しいコーナーをね、うん、こちら作ってですね、うん、ぜひこの教えてみゆきちゃん先ほどちょっと話出ましたけどもね、これタイトル可愛いじゃないですか。可愛いですね。教えてみゆきちゃん、うん、でも言うことが可愛くないんでしょう、ね、あんまりズバッといくからね。結構でもなんかね、いろんな質問がなんか飛び交うと思いますよ、うん、僕もなんかいろいろ聞いていきたいことがありますし、うん、例えばなんかそのアイドル時代の話だったりとか、はい、芸能界、まあ例えばみゆきちゃんなんかまあ35年プラス2だから37年、うん、まあ、やってらっしゃるわけじゃないですか、はい、でその間にあったいろんな出来事だったり、うん、ね、面白かったこと、うん、辛かったこと、いろんな話あるじゃないですか。はい、ちらっとまあこの番組でも話してますけども、うん、まあ、ほら途中関わったそのマネージャーとか、うんうん、なんかギャラの不払いでいなくなった人とか、うん、ないたいたいたでしょ、うん、だそんな話だとか、うん、まあ、みゆき嬢にいろいろ聞いてみたいことをね、そうですね、なんかこういろいろとこう出していただけると、うんうん、なんかいいんじゃないですか。もうしょうもないことでもいいんでね、うん、そんな綺麗な文章にする必要ないですから。そうそう、本当に全然、うん、でもね、先にいろいろ質問してなんか答えていただいたオイラが言うのもあれですけども、うん、本当にズバッと言っていただけるんで、はい、いいですよなんか、なんかちょっと何経験者は語るみたいになっちゃった。いやいや、ちょっと なんていうのかな、お灸据えられてる感じ、わかります？なんかこう千年灸みたいな、こう肩とかに熱いのあるじゃない、うん、千年灸って言われるか今こういうなんかね、いや、じわっと来てるわみたいな感じの、うんうんうん、なんか後々来てる感じが非常にいいです。あらら、よかったです。そう、ちょっと反省も促してもらって、うんうん、なんとなくこう変わった自分がここにいるような、ちょっと錯覚に陥るというか、それ錯覚で終わらないようにそうなんだよね、はい、だから常になんかこの辺に意識しておかないとということでしょうけど。そうですね、そうですね、ぜひぜひ。でもなんかお便りの方はね、はい、送ってみてください、はい、はい、そしてフライヤーが欲しい、うん、そしてステッカーが欲しいということもね、はい、明記していただいて、はい、住所も書いていただければスタッフさんの方から送らせていただきますのでね。そうですね、はい、はい、お待ちしておりますので。お待ちしております。はい、はい、そのイベントの方もでもね、うん、本当になんか今みゆき嬢の方が着々とこう稽古の方も進んでるようですのでね。稽古だけじゃなくですね、はい、いろいろな形で進んでいてますので、なんか企んでますよ、いろいろ、はい、スペシャルゲストが来るのかな、はい、どうかな、そんなこともね、はい、楽しみにぜひイベントの方も参加していただければと思います。はい、お待ちしております。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、今日もお疲れちゃーん。